いえばパーリーモンスターポン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 。結構やってる1000円ジャグラー、はい、まあ、1000円使ってジャグラーペカラスようよ、そんな企画ですけども、はいはい、結構バラバラに言ってるなって。まあ、まあ、そりゃそうだな、うん、で今この、まあ、ホールに置いてある5機種ジャグラーも、うん、アイムジャグラー、ゴーゴージャグラー、ハッピージャグラー、ファンキージャグラー、マイジャグラー、この5台あるんですよね。まあこれって奇跡だなって思って。奇跡。俺らで1台ごと。はい。これ検証できんじゃん。なるほどね。ちょっと思ったわけなんです。せがってくれてるな。はい。くじ引いて、自分の担当ジャグラーを決めます。はい、で、この担当ジャグラーを5日間打ってください。はい。で、どれだけペカるのか、ペカる割合が多い台はどれなのかっていうのを決めていきたいな。なるほど。なるほど。って思ってます。計算上、4分の1ないしは5分の1の間くらいで当たる。16% くらいなんで。おそらくね。絶対全員1回当たるはずじゃん。5日あるじゃん。理論上ね。理論上。で、しかも1日当ててビッグすればめっちゃだから。確かにね。他の話でしょうね。そうそう。それではやっていきましょう。はい。もう適当に聞いていきますか。はい。いや、マイジャグがいい。マジハッピージャグラー。悪いな。いや、これはもう好みの。ああ、なるほど。好みや。うん、なんか、5-5以外で。お願いします。5-5以外。どうぞ、引いて。はい。じゃあ、ユーマから。はい。マイジャグやる。ハッピー引くな、ハッピー引くな。5-5! よし一番つまんねえ。ええ、やめてよ、やるわいから。つまんねえ。じゃあ、5-5ね。はい。じゃあ、リッチ。やめて、ハッピー、やめて。あー、ハッピー。あー。いや、でもありがとう。面白いでしょ、うん、でもだから一番確率高い。そう。おお、そうなんだ。だからチェリーをしっかり狙ってった方が左でバーをちゃんと勉強して。そうだね。いきます。やめて。だとすりゃアイム。はい。マイム。すまんねえ。なんでだよ。音なんねえんだよマイジャグラ。あ、ガコないんすよ。ないっすか。真ん中にがない。人に見せてなんぼだからな。ゴーゴーランプチューンは服で光るやつ。そう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 、あの真ん中に。マジか。はい。はい。あ、ベタにね。まあベタっすね。いいですね。お、ということはファンキーっすね。お前に合ってるよ。それはさ、マロキチですから、やっぱり。あ、じゃあいいや。そうっすよ。好き。お前がおスイッチしたのもファンキーだ。あ、そうだ。相性いいかもしれない。俺ら全員この機種を5日間打ちますんで、はい、検証していきましょう。お願いします、はい。ファンキージャグラー、これ嬉しいっすね。個人的に僕がね、スリッパでよく履いてるツノッピー、ツノッチ、ネズッチかな、もういるんですけど、ファンキージャグラーはマロキチというね、なんか柴犬かな、あれは多分犬。僕そのキャラクターが一番好きなんで、とても嬉しいことでございます。勝てるように、頑張っていきたいと思います。僕は、ゴーゴージャグラーなので、まあ幸先よく今日1日目当てたいと思います。ということでマイジャグ担当1日目です。普段からマイジャグ打たないのでちょっとわからないんですけども、楽しみです。しっかり5連チャンで当てます。みんなが打つ人気の定番の機種みたいなとこもあるんで、よく回ってる台とかね、よく当たってる台結構見抜けるんじゃないかなということで、初日大事ということで行ってきます。ハッピージャグラーをうちにわざわざ調べた限り、なんか評判のいいマルハン長見原店さんにやってまいりました。周りが工場すぎてめちゃくちゃ怖いです。ラスト1回転です。残念。まあ一応ね、お、まあ、チャンスありますよ。はい、来ました。初日1日目で早速光りました。熱っ。
日目です。1日目早速ペカったので幸先めちゃくちゃいいんですよ。今日もペカったらかなり調子いいんで、昨日の調子そのままにいけたらなというふうに感覚まだあるんで、ちょっとそのまま行きたいなと思っておりますので、早速打っていきたいと思います。おです。今日2日目でございますね。初日結構ねいい感じだったので、同じように当てていかなければということで、静かに当たりますから、厳かに当てていきたいと思います。行ってきます。戦力2日目ということで、今日はクリスマスイブでございます。今日はね、まあ、サンタさんからのプレゼントということでね、ペカがお届けされると思うので、1000円ハッピージャグラー行っていきたいと思います。GO! はい、ファンキージャグラー2代目です。ラストです。くーやばいや。今のところまだ1回ですが、あと3回チャンスあるんで、一番光るチャンスがあると思うので早速やっていきます。はーい、3代目です。ブドウ、うわー失敗だー。1ペカしましたね。なんと2回転で。ということで今日もね、1月1日なので、同じ説明しようか。一粒万倍日と転写日が重なる、とてもいい、開運日らしいので、1月1日、10時8分からパチ屋に来ております。まだ1日目の1回のみなので、ちょっと当てないとまずいですね、この流れは。で、ゴーゴーがつまんないっていうよりもなんとなく分かってきましたね。音鳴らないのと、あと光ちょっと少ないな、なんか光量弱いな。それがゴーゴーなのかなと思いますが、早速4日目いきたいと思います。はい、4代目です。そろそろ当てたいと思います。なんか止めちゃってるわ。マスカットしっかり引けてます。やばい、早くもう大丈夫。ラスちゃん、最終の日見せたります。まあ、僕が一番苦手としているマイジャグラーですけども、まあ、苦手意識で終わらせない意識、当てればね大好きな台になります、パチンコスロットってのは。行ってまいります。本日最終日です。まだ1回しかペカってないですね。最低でも2回は当てないと、絶対2回3回とか下手したらね当ててくると思うので、他の機種ちょっと本当に今日当てたいと思います。いきます。はい、5代目です。ラストですね。
ということで、じゃあ、それじゃあ、俺で。青いな、青いな。マイジャグラー担当、はい、あんま打ったことないっていうかね、まあね、まあ、そもそもね、だからまあこれを機に好きになろうと、はい、いうことで、はい、私マイジャグラー5台中、6ないだろ、1メカリー、こういうとこある。マイジャグがね、マイジャグ、まあ、ビッグでした。おお、そこだけが唯一の救い。だから、まあ、脳幹みたいな。しかも初日だから上がる、初日は好きでした、マイジャグ。最高みたいな、マイジャグが最高と思ったけど。だからまあ今のところ暫定ボックスに入ります、マイジャグです。じゃあ続いて、はい、おお、僕アイムジャグラー、アイムジャグラー、5日間打って結果った回数は、おお、マジで一回？おもんない。おもんない。マジでおもんない。どっち？確かにいく。レギュラーだったら逆に色濃く覚えてそうだもん。そうそうそう。今二つ出た台ってパチンコ屋にめっちゃある台っす。そうだね。今一番目に入るところにある台。1位2位じゃん。タイムジャグラーの方が払い出しちょっと多いんでした。そう、今そうなの。そうそう、確かにそうです。そうなの。俺よりプラスです。だから今1位、トモヤ。あはぁ、そうだ。いや、だって、それはね、そうでしょ。はい、僕、ファンキージャグラー。ファンキーが。ファンキー。一番厳しい戦いな気がするんだよな。僕のファンキージャグラーの結果。はい。5台中。2メカでーす。おぉ、ついに出た。ファンキーか、やっぱり。最初3日、当たらなかった。4日目にビッグ引いて、で最後の日、うわこれもダメだなと思って残り1回転できるってなった。あの頃はそう、はい、ラストの台もペカりました。レギュラーだったんですよ。ああ、でもプラスじゃないですか。プラス狙いました。素晴らしい。プラスぐらいで終わることができました。おわっ、ということで、じゃあ1位ファンキージャグラー、5号、はい、ボクソだよね。はい、ボクソだよ。ここジャグラー5台中、2ペカです。おお、すごい。では下に、すごい。1日目と最終日、おい、一番楽しいね。マジドラマや、マジドラマ。あ、受かりました、来ましたね、やったー、よかったー、よっしゃー。1日目がいきなりビッグ出て、幸先良かったんですけど、そっから来なくて、あらあらとなって、はい、で、最終日にレギュラー、同じや、同じです、同じや、まあ、なんとか2回光ったと。おわ、素晴らしい、いいなー、良かったです。いや、まあまあまあ同率かな、ファンキー、ほぼほぼファンキー55、はい、まあ同率1位、はい、そして最後ってことはハッピージャグラー、ハッピージャグラー5回中、はい、いけるよ、2ペカです。おお、さすがハッピージャグラー。俺3、4日目、おお、3日目4日で、レギュラー1回、ビッグ1回、おお、一緒や、そこは一緒なんやね。なるほど、なるほど。じゃあもう同じ感じだ、言ってしまえばこの3人は。そうやな、そうだね。でもすごいね、2ペカも、てか全員大マイナスなかったね、ゼロなしってこと、素敵なこと、ゼロなしは。ジャグラーって負けないんだよ、だからすごい長い目で見たらね。1000円ジャグラーするならこの台を選べですけども、そちらもハッピージャグラー、ファンキージャグラー、ゴーゴージャグラーを皆さん選んでください。そしたらメイン以外、だからやっぱ店が置いてるってのはそういうことなんだよな、マイとアイムが多いわけじゃん。そう、多いっすね。当たんないからなんですよね。回収とかな。うん、ハッピージャグも確かに少ない、絶対少ない、4つぐらいしかないんだよ。そういうことなんですよ、どっかに入れてもおかしくない。闇暴きました。そりゃマイジャグラー、アイムジャグラー多いよねっていう話になってくるってことでした。はい、
だから皆さん、もし千円ジャグラーね、我々の動画見てちょっとやりたいなって方はですね、うん、アイムジャグラー、マイジャグラー以外、見てみてください。はい。